はい、こんにちは、しゅんです。どうも、ホワイトおなじみ。まあ今日はピッチさんと山に来てますけど、はい、今日はちょっと自分も初めてなんですけど、シャマンシャだけ、シャマンシャだけ、まあそこまでいかないですけど、竹の子山ですかねって言われるところまで行ってみようかなと思ってます。で、天気予報はなんか今日も日本海側が大荒れということのようなんですけど、まあここはなんかピッチさんが晴れ女になりましたんで、ね、任せてください。もしかするともうちょっとしたらもう晴れるかもしれない。まあそこに期待して頑張っていきたいと思います。はい、行きます。バブバブ。もうここで来たかったよ。スクーターの人はこうやってハイハイして進まなければいけません。撮ってますよ。まだ？うん？まだ？もうちょい。もうちょい。バブバブバブ。はいはいはい。あ、OK 抜けました。はい、ボブちゃん生還。あ、そうだね、そうだね、全然余裕だね。全然余裕。多分これが南富良野スキー場のトップかな、もしかすると。ゲレンデ、ゲレンデじゃねえけど滑りがいありそう。いや、ここのね、フルラッセル結構きつかった。で、多分あれがシャマンシャ、シャマンシャだけ、シャマンシャ、シャマンシャ。で、ここが竹の子山かな。で、おそらく今日落とすのはこの目。やべえんじゃねこれ。やべえんじゃね。メンツルパウダーですけど。ちょっと。まずそこに設備ごと落ちて。そうね。俺、俺飛べって。さすが山頂、風吹きさらし。山頂、竹の子山、山頂、イエーイ。竹の子山です。太陽出てきた。ね、あったけえね、太陽って。ほんと晴れ女だ。なぜか晴れ女になりました。なんででしょう。さあ、ニューピッチカム。さあ、行こうぜ。いい子にしてね。さあ、行くぜ。うわぁ、やばい。うわぁ、やばいよ。はい、行くぞ。やばくない？あ、もうこれ
の板が落ちるまんま落ちてけば大丈夫です、やばくないこれ行こうか行きましょう、イエーはしゃいでまーす、やばい、どのライン行くかな、どれにしようかな、ふぅ、やばやばやばめっちゃいい、ふぅ、やば、すげえ、イエーイ、めっちゃ良くない、柔らかかった、やばいよね、やべえ、もう一本行きてよ、こっちのこっち正面滑ったんですけど、うん、全然柔らかかったです、やばいね、うん、俺もやばかったよ、うん、あっち行きましょうねやべえ、もう一本行きてくれ行っちゃいますやばい、最高です、登り返しちゃう、行きます、行きましょう行こうか、おかわり、おかわりですパワーパワーパワー、起きたんじゃない、来たんじゃない、あったかな、来た来た来たあー、よくハマってくれた、イエーイ、ノーグラビティ、ノーグラビティ、あ、マジでなんてタイミングがいいんでしょう、マックスマジかよ、マックス、
行くで。気を取り直して。左切る？左切ろうかな。俺ちょっとじゃあ一回ここ行ってみるわ。行きました。あーなんかあーなるほどね。あえいいいいいいそうです。やばいやばいよこれ。潔ですか？いやうぅあしょね、難しい。私もさっきあそこでこけたなんか雪の塊かと思って当てたら地形かいみたいな。そう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 体幹鍛えなきゃすぐ転ぶお、硬いはい、戻ってきました。ただいまーす。いや、上良かったね。良かったですねただ結構良かったけど、うねっててね。いや、難しかった。ちょっと地形がね、うん、ちょっと難しい番だったかなという感じです、うん、で、初めてこのシャマンシャだけ、まあ、シャマンシャ、うん、シャマンシャだけの隣のタケノコ山行ってきましたけど、まあなかなか面白かったんですけど、なかなか難しかったかなというところでございましただいぶ慣れました？そうですね
で意外と寒かったんですけど、前回の三段山が先週の三段山、あまりにも寒すぎて今日が意外と寒く感じなかったと。全然余裕かだったねあれを思えばっていうでも今日も上はマイナス10度から11度、で、まあ、風もあったんで体感温度はもう多分マイナス15度ぐらいあったと思うんですけど、まあ、先週の三段山を思えば全然でした。あれマジで寒かったですかあのぜひ先週の三段山の動画、あのピッチさん見てください。最後真っ赤っかになってますね、はい、まあ、またね、今日は楽しかったんですけど、また明日どっか、明日どこでしょう、こうご期待と明日はニット忘れないようにあの今日今日は森の妖精と滑りましたニット忘れてこんなん今日は久々かぶりましたまあそんな時もあるということで、はい、じゃあ次の動画、まあ明日の動画になりますけど、はい、次の動画でまた皆さんお会いしましょう。さようなら。